さあ、青森市街に入ってまいりました大都会です。雪国の大都会をトレーラーを引いて走っております。来たぞー、道の駅朝蒸し温泉。え、これがそう、道の駅でしょ。あら、ずいぶん駐車場狭いね。ほらーい、もっとこっち寄せていいよ。おらーい、おらーい、おらーい。あ、ストップ。さあ、今夜の車中泊スポット、このようなところですね。道の駅朝虫温泉ですね。朝虫だったかな。今日はね、ここはね 1,2,3,4,5 10台ぐらい車中泊しているハイエースが多いですね。さて、風呂から上がってきて、今日は車中飯スタイルです。イエーイ。ね、ご飯だけ車で炊いて、あとは、マックスバリューのお惣菜コーナーでございます。いや、でも豪華。豪華、豪華、豪華、いいね。パリない、パリない。それでは皆さん、いただきます。いただきます。今日も最高に楽しい一日でした。やっぱりスキーはやめられない。明日も頑張るぞ。明日は発行だ。ではこの辺でグッナイ。おはようございます。時刻は6時半です。今日泊まった場所はこんなところですね。はい、おしっこ漏れそうなので、ちょっと急いでおしっこ行ってきます。Day 3! 今日は、道の駅、遊佐朝虫から出発したいと思います。向かう先は、発行だ。バイバイ、道の駅遊佐朝虫。バイバーイ。いい道の駅だったよ。それでは今日は八甲田スキー場へ向かいたいと思う。今日も安全運転第一。ヒューイゴー。あーあー、津軽海峡冬景色。車中泊してる人いっぱいいますね。ここに、トレーラーをデポして上がります。上はね、ちょっと山道は厳しいので、こちらで待機ですね。行きましょうか。あ、正面あれじゃない、発光だ。すごーい。うわ、すごいですね。ここはですね、やはり路面の凍結が非常に厳しいのと、傾斜がね、斜度がきついところが一番ので、トレーラーは連れてこれませんでした。ただね、昨日の時点では僕はここをトレーラーを引っ張ってくるつもりでおりました。ですが、前張り健一がですね、先行して入っていたんですね。彼からトレーラーは絶対デポしてこないとダメだっていうアドバイスがあったので、うまいこと置いてこれました。 Thank you, Kenny!わー、なにこれ、雪のトンネル。いやー、すごいね。来たぞー、あ、この景色。発光だろう。ウェイ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 。来ました、発光だロープウェイ。ヤッホー、やっと乗れましたね、小林さん。発光だロープウェイ。よし、4名でーす。
サミー入れてくれるんだね。サミーです。ありがとう。サミーは、こちらパリも使いますので、乗ったらいいお願いします。カッチンカッチンやないかい。すごーい、凍ってます。到着。うわー、すごーい。クローズワールド。おはようございます。すごい、すべてが凍りついてる。クローズワールドだ。よいしょ。すべてが凍りついてます。めっちゃすごい。行きましょう、小鳥さん。どんな世界が待ってるんだ。てってれー。うわー、大吹雪や。うわー、フローズン。つかがってん、フローズン。はい。でも樹海の方とか行ってもいいよ。ただし周りはホールがある。やばい、ダメだ。見て、こうやってツリーホールがあるから木のそばはあんま行かないでね。よーし、行くぞ。八甲田の大冒険だ。カモン、パウダー、ふぅー、パウダー、パウダー、パウダー、ウーフー、イエーイ。うわ、ほんとだ。やったー、最高、最高すぎる。やったー、見てこれ。これってもう下行ったらまたロープウェイ。そうだよ、ロープウェイで乗るよ。ん、え、リフトないの？リフトないよ。いいよ、カテついてきな。はい、小鳥。ウーフー、イエー、ウーフー。多分ね、下で合流すんだよ、これ。いいよ、ヤッホー母ちゃん、レッツゴー。いいぞー、ヨッホー、ウーホー、ウーホー、ウーホー。うん、ほら、もうコースも同じように来てるから、まっすぐ行っていいよ。オーケー、Here we go! ウーホー、ヨッホー、ウーホー、ウーホー。小鳥かっこいいぞ、小鳥いいぞ、うっ、うっ、うっ、イエーイ、コース戻った、イエーイ、ユーフー、ウーフー、ウーフー。はい、小鳥、最高だったぜ。はい、ストーップ。いいですね、いいですね、小鳥さん、すごいね。ちょっとキュッて閉まってる感じだけどね。全部見て、またこの一山、我が家で貸し切りです。私がオーダーしときました。気持ちいいね。よし、行くぞ。
森の冒険、青いここはジャンプだ、ここだ。ほほう。よし、じゃあ青いセット、青いとことりセット、このスキーの後くっついていけば大丈夫だから、いいよ。はい、楽しかった。よいしょ。ゴーグルの中に雪入れないように気をつけろよ。よし、はい、まずはグーパンチ、全員最高だったぜー、発行だ。ランチはここレストハウス発行だ。森の冒険終わった後はランチタイム。父ちゃんはカツ丼、母ちゃんもカツ丼、葵と小鳥はラーメン。ああ、最高。ロープウェイ3ラウンド目。三沢は穏やかな天気だったので。楠田さんのスキーはすごい太いスキーですね。はい。いいでしょ。すごくいい。綺麗だし、色も。いいでしょ。うん。これを見るとね、うん、雪がこんな感じにつるつるなんですよ。うん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 。気持ちよさそう、すごい。宙に浮いてるみたいだね、すべてから。よーし、ラウンド2。母ちゃんが最初、次葵、次小鳥。滑っちゃってボコボコしてるから、そういうところはさ、足取られるから、なるべくフレッシュなところを選んでね。ここから左入っていっていいよ。いいよ、母ちゃんより先行っちゃダメだよ。それから木のそばは行かないね、木のそば。
たちさっきラッキーだったな、やっぱな。もうここから森の冒険行いっぱいパウダー発行だロープウェイ、また来るぜ。イエーイ今日のパウダーデートおしまい。よし、たっぷりパウダーを食った後は5年ぶりスカユ温泉混浴じゃ。行くぞ。え、混浴なの？さあやってまいりました、5年ぶりのスカユ温泉。わあ、もう硫黄の匂いがすごい。明るい時間にスカイ温泉来たのは初めてですね。お世話になります。レッツゴー。5年ぶり。すごい、外国人がいっぱいいる。あと二人入れます。998名入浴中、いたいやー、発酵だ。よかったですな、妻。ツルツルだね。いや、ちょっと待って。ノーメイク？ノーメイクです。ノーメイク処理班、出動。さて、大晦日なので、今夜は、過ごして明日は観光と初詣しましょう。はい、はい、いい夕焼け、天気良かったね今日ね。あ、すごいいい終わり方だね。僕らはずっと旅を続けています。ずっとです、ずっと。僕らは車中泊をしたいんじゃないんです、旅をしたいんです。旅をする手段が車中泊だったんです。あとさ、いきなりシーズンインからさ、シーズンインからずっと連チャンでスキーをしてドライブしてで移動してっていうすげえハードルーティーンなんだけども、これやっぱ温泉があるから体が持ってる気がするんだよね。そうだね、うん、
ちゃんと毎回毎回さ、すごく聞きのいい温泉に入らせてもらってるから、こんなルーティーンでね遊べるんだと思うんだよ。だって俺結構ももパンパンだもん。私もね、今日結構限界だ。シーズン滑り始めから3日間連続でパウダーしか滑ってないんだよ。そうだね、パウダーとツリーしか、それをちゃんとしたコースほぼ滑ってないっていうね。なんで僕たちはついてるんだ。なんか子供たちとさ、ツリーランが夢だったのがさ、もうそれが今当たり前になったね。どこに行っても行けちゃうから。あのスハラスキー場で初めて4人でスキー並んで滑れた時にさ、大感動したの俺今でも忘れてないんだよ。あれからさね、初めてパウダーに入れた日のこと、初めて4人でパウダーを滑れた池の平スキー場とかさ、一つ一つがすごくメモリアルで、それが今じゃハッコーダーのフォレストコース、ダイレクトコースをさ、ずーっとツリーランで滑ってこれてたね。全部夢の叶ってるね。そうだね、うん、夢は願い続ければ必ず叶う。いろいろありまして、かっぱ寿司になりました。青森でかっぱ寿司、悪くない。大晦日か。さて今夜はフェリーターミナルの駐車場で、車中泊しております。みんなそれぞれの時間を過ごしております。はい、葵さん、あなたは何してんの？ポケモンやりたい。ゲームしてますか。Dude, that father is 10 men permed!